そして本日は お忙しいところ、この土曜日の昼下がりの大変お忙しいところ、今日はなんか書きもぎとかで忙しい方もたくさんいらっしゃる中、お集まりいただきましてありがとうございます。草島慎一です。本日は、昨年、再選をしてから、これまでの議会報告を、させていただきたいと思います。皆様に、お配りしている、レジュメと、今回、11月1日で発行した、草の根通信を、皆様のお手元に配布させていただいておりますけれども、若干今回の、主な論点ということで、挙げさせていただいたこれに基づいて、お話を進めていきたいと思います。まずもって日頃からのご支援本当にありがとうございます。おかげさまで議会活動をすることができまして、今回は遠藤初子議員と2人で会派というものを組ませていただいて、さまざまな議会運営ですとか、百条委員会ですとか、いろんな場で参画して議論を進めさせていただいております。今日は私が取り組んできた主に6月9月の取り組み、そして皆様からもいろいろ声をいただいて、次の12月議会、また3月は予算になるわけですけれども、いろんな形で生かしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速始めていきたいと思います。まず今回の、6月9月のこの草の根通信ですが、冒頭に、加茂地区の風力発電は中止をということで、ラムサール湿地の、約2キロにですね、風力発電の開発が持ち上がりまして、そこについて、市としての対応というのを迫るという質問をいたしました。そのところから、お話をしていきたいと思います。ラムサール湿地ですね、これが大山の下池、のこれ10月の15日ぐらい、今映像ちょっと流させていただいてたんですけれども、その時のこれ写真です。今コハクチョウですね、コハクチョウが主に、3000羽から5000羽と、最近NHK でも報道されたんですが、5000羽いると、来ているという報道がありました。この大山下池はコハクチョウ3000羽で、特に、マガモ、これが、3万羽来ているということで、ラムサール条約の条件として2万羽以上の、トライがあることというのが条件になっているんですけども、そのマガモの2万羽というところで、優に、条件を満たしておりまして、ラムサール条約湿地というふうになっています。これは、大山の地元にいらっしゃる写真家の太田武さんの「水鳥たちの楽園」という写真集の表紙なんですけれども、ここに飛んでるのは、大ヒシクイです。国の天然記念物に指定されていて、絶滅危惧種でもありますが、大ヒシクイ、コハクチョウのほかにも大ヒシクイ、あとはですね、この写真集の中にオジロワシがカモを狙っているっていう大変貴重な写真も載ってるんですけれども、オジロワシ、オオタカなどが、北海道からやってきます。そういうところでもあります。で今ラムサール締結国会議、COP14、14回目のラムサール条約の締結国会議がちょうど今行われておりまして、この11月5日から13日まで行われております。これが状況なんですが、今回はスイスのジュネーブで行われております。この、ラムサール湿地に登録してある国々が集まって、もちろん日本も参加をして、行っているんですけれども、今回の、締結国会議の、大きなトピックスとして、この呉地正幸さんという、宮城県の栗原市にお住まいの呉地正幸さんという方が、日本人では3人目でこの、ラムサール賞のワイズ優勝というのを受賞されています。この受賞式が7日にありまして、一部報道にもありました。
この資料の中にですね、このラムサールの、この、資料があるんですが、その後ろに、このクレチさんからこの反対運動に対してのメッセージも届いております。大変まあ、専門家ならではのメッセージではないかと思いますので、後でゆっくりご覧いただきたいと思います。実は、このラムサール条約というのは1971年にイランのラムサールという都市で開催された国際会議で採択されている、湿地に関する条約でありまして、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約ということであります。要は水鳥の楽園を守ろうという趣旨で、設定された、この湿地の条約でありまして、ラムサール条約と呼ばれておりまして、日本では釧路湿原が初めて、登録され、今53の登録湿地があります。この釧路湿原を皮切りにですね、いろんなところが登録されまして、有名なところでは宮城県の、カブクリ沼とかですね、伊豆沼、これはよくガンの、飛び立つシーンとかでよく知られるところなんですけれども、こういったところ、で私たちの大山下池はここに位置してるんですが、東北ではもちろん山形県内では唯一ですし、東北の日本海側ではまさに唯一の、登録湿地であります。世界でいうとですね、2471、今回の締結国会議で、発表されておりますけれども、2471、こういう湿地を世界で守って、この水鳥たちを守ろうという趣旨で、設定、登録が行われております。で、鶴岡の登録ですけれども、2008年の10月に、これ韓国での、締結国会議があったんですが、第10回の締結国会議で、これ当時の上尾議長です。で、上尾議長と8名の大山の住民の皆さんが、韓国まで参りまして、そして、受賞といいますか、この、締結の登録賞をいただいてきたという経緯があります。ラムサール湿地、どういうきっかけでというところからちょっとお話をさせていただきますと、実は私が議員になったのは1999年でした。で、当時1999年に実は先ほどの写真集にあった太田武さんから、下池で改修工事があるから生き物を救出する、生き物救出作戦をするから来てくれないかと言われて、パンケっていうでっかいこう貝みたいなやつとかですね、そういうのをこう水路から保護して、池に放すみたいな、ところをやったんですが、その頃から太田さんとは付き合いがありまして、そうこうしているうちに、今このラムサール湿地の隣の、湿地のところは7ヘクタールあるんですが、そこは今湿地の公園と自然公園ということで、今保全されているわけですけれども、そこの公園をですね、全部アスファルトで埋め立てて、子どもの国というのを作ろうという構想が市の方で持ち上がって、太田さんですとか、あとは、オーラの自然を守る会で、水野さん、今自然調査会でも活躍されている水野さん、あとは、宮川さんという方とともにですね、オーラの自然を守る会というのを結成しまして、そのアスファルトにするのをやめてくれという運動をしました。で、初めはなんでそのやぶわらを残さなきゃいけないんだとか、いろいろ言われている中でですね、この、野鳥がとにかく多いじゃないかと、大山下池、太田さんはよく写真家でもあり野鳥の保護をされている方でもあるんですが、なんかカモだと6万羽ぐらい飛んでるぞという話をいただいて、それを聞きつけた先ほどのキュレスさんが、6万羽だったらこれラムサールいけるぞという話をしてくださって、環境省の方にもお伝えいただいて、そんなところでですね、私は2001年の3月と9月議会でラムサール条約の登録をしてはどうかと
6万羽のカモはこの登録の条件を満たすと言われているというような質問をしておりまして、当時の富塚市長は初めはラムサールってなんだみたいな、そういう問いかけを県にしたっていうのは、後で報告があったんですけども、当時はあんまり関心を示さず、だったんですが、この2008年までの間にですね、いろんなこの環境省からの、問いかけがあったり、そういったことがあって、ラムサール条約の指定ということが、登録というのがこの2008年に、初めから7年かかってはいますけれども、それを市長も理解をし、で当時の小山の住民会の方も理解をし、登録に至ったという経緯があります。で、小山下池、上池下池は、これ環境省の、資料なんですが、どういうふうに評価されているかといいますと、これ39というのは大変少ない面積なんですけれども、マガモ、コハクチョウなどの渡来地ということで、ガンカモルをはじめ多くの渡り鳥の全国的に重要な越冬地となっており、特にマガモは毎年2万羽から3万羽、コハクチョウは毎年1000羽から3000羽の飛来が確認されている。東アジア地域個体群の個体数の 1% 以上を支えるというふうにあります。こういう根拠を持って大変重要だと言われているということであります。登録からもうかれこれ12年経ちますね。で、市の方もそのラムサール湿地と隣の7ヘクタールの湿原を守ろうということでホトリアというのを建てて、今一生懸命、湿地の保全活動を、今晴天の風というラーメン屋さんでですね、ザリガニとカエルが入ったラーメンを食べることができるんですが、あれはその湿地周辺の外来駆除、外来生物の駆除ということで取り組んでおりまして、実際あれによってですね、生物多様性が向上しているというデータも上がってきておりまして、一生懸命頑張っているという実態であります。で、そこにですね、この風力発電所、このラムサール湿地から2キロから3キロという近接して、この湿地、その風力発電所を作るという話が、実は今年の1月に初めて加茂地区で説明会があって、その次に、7月ですね、7月に大山の、住民の皆様に、説明会がありました。私は7月の大山の、住民の説明会で、初めてこの説明会に参加をし、私自身も質問をしたり、しました。その時に配られたのがこの、図であります。定格出力が 4.2 メガから 6.1 メガかける8機で、約40メガワット。なんだろうなとは思うかもしれませんが、大変大きな、大変の高さが182メーターもある、風車でありまして、で、場所はどの辺かといいますと、この辺だと、これは暫定位置図というのから、データを取りまして、このオーラの、NPO のオーラの未来再生する会の方々がこの絵を作ってくださったんですけれども、ラムサール湿地の上池下池がここにありまして、この高立山ここにあるわけですけれども、荒倉山というのがこのところにあるんですが、この間なんですね。で、加茂水族館がここにあります。で、こういう近さということ、で、ここからこう測ってみますと2キロ切るんですね。 1.7 キロぐらいしかないです。そういうことで、この近さはどうなんだろうということの問いかけから始まりました。で、最近10月30日今泉の自治会で配られた、フォトモンタージュというんですが、このフォトモンタージュがすごく見にくかったので、これに手を加えまして、空をちょっと明らかにしたりくっきりさせたりして作ったのがこの絵なんですが、加茂水族館から
まあ、こういう形で見えると。これ荒崎の、港からということだったんですが、まあ、こういうですね景観になるだろうということが示されています。高さ182メートル、こういう高さなんですね。で、まあ、この JRE のジャパンリニューバブルエナジーというところの計画は、実はこのカモの計画初めてではなくて、三瀬の八森山、そして三瀬矢引、今あの三瀬八森山も去年の12月から稼働しておりまして、まあ、1年経つ、これが全部で17メガワットです。17メガワット、5基建ってて17メガワットで、次にこの由良の近くの矢引というところに、建てようとして、今環境アセス中なんですが、これが7基で30メガワット、ここで条約湿地から5キロの地点です。で、今回カモの計画がこういうことになっていまして、もう2キロとかというところに、8基で40メガワットってもうどんどん大きくなるという計画です。で、三瀬はどういうのが建ったかというと、これで高さ85メーターです。85メーターなんですけど、結構水沢あたりからよくニョキニョキとこう見えてですね、近づくと大変大きいことに気がつきます。で、これが 3.4 メガワットの5キロ、5基ですね。これ実際あの場所に行って写してきた絵なんですが、まあ、こんな感じです。で、まあ、こういうのを作るためにこういう広いところがないと、羽の組み合わせがこう上に上げられないので、特別なクレーンを使って上げたりするのに、ここをまずあの大きく切り開かないといけないということがあります。あとはここまで部品を持ってくるのに、森を切り開いて道路を作らなきゃいけないというのがあります。まあ、ただ三瀬の場合はあの林道がそもそもあって、それを克服したりすることで済んだというのも、聞いておりますが、その三瀬の状況と鴨の状況はずいぶん違うということを、確認しています。で、この計画というのが野鳥にとってどういうことになっているのかということで、これ環境省の、センシティビティマップ、というもので、渡りルートを解析した絵なんですね。で、ここには細かいんで分かりませんが、ガンとかコハクチョウとかどういうふうに飛んでくるか、こういう線でこうあるんですけれども、もちろん宮城県の化粧、沼とかそっちの方を飛ぶんですが、この日本海側飛ぶルートは、ここを通じて、新潟ですとか福井の方にも飛んでいく、こっちは八郎潟とかそういったところがあるわけですけれども、大変重要なルートだということが示されています。で、もう一つ、この注意喚起メッシュというのがありまして、野鳥にとって、重要なところをこう示したメッシュというかのものなんですが、これはあのアセス、環境アセス、この八森山じゃなくて、今あの先ほどお伝えした矢引の地点での環境アセスで明らかになった、調査データなんですが、ここの部分がやはりあの注意喚起すべきところだということで、この同じようにですね、集団飛来地というランクではもう真っ赤になっていて、集団で飛来するから、本当注意しなきゃいけないゾーンですよという、ことが示されています。で、アセスの中で、いろんなこう注意の、書かれている資料があるんですが、この資料によってもですね、コハクチョウとかオオヒシクイ、その他猛禽類の渡り経路の一部が事業実地予定区域になっているということで、希少猛禽類の、
まあ、あのことについては稼働に伴いブレードへの衝突などが生じる可能性があると予測するとなっています。で、まあ、ガンなどガンとか白鳥についても先ほどの、センシティビティマップというのとか注意喚起レベルのところから、このブレードへの衝突などが生じる可能性があるというふうにされていまして、まあ、これはあの経済産業省から業者に対して意見が述べられているんですけども、ここでもですね、ラムサール条約湿地、これ矢引きの計画ですから、いわゆるその湿地から5キロの地点ですでにこのラムサール湿地があるので注意してくださいよということが、経産省の経産大臣の意見書にも分かっているということです。今アセスは最終段階にありまして、あの最後の準備書というのを作る手前なんですけれども、方法書というのが上がってきて、それに対する意見を受けて準備書が作られるんですけれども、まあ、今1年かかっても出てこないというような状況があります。あとはですね、累積的影響というのがありまして、風車が次々とあの似たようなところに作られると、累積して、その問題を生じるということが言われています。ここについても指摘がされているということですね。であとこれは実はあの今回の市長への質問の中でも市長が述べた一つにあるんですが、県の再生可能エネルギー活用可能性調査報告書というのがありまして、この中で、この周辺がどのように評価されているかというと、まあ、この辺に風況がいいところはあるんですが、ここにラムサール湿地があるので候補地が抽出されるが、ラムサール湿地近傍であり望ましくないというふうに謳われております。まあ、こういうのを踏まえて、まあ、今回も答弁していただいたかもありますけれども、まあ、先ほど同じ絵なんですが、まあ、この三税、そして矢引き、カモという計画なんですが、私は今回の、まあ、提案としてはですね、コアゾーンと県でも守らなきゃいけないっていうそのラムサール条約湿地を守るには守るためのバッファーという緩衝地帯が必ず必要ですよということで、5キロの緩衝地帯を市のガイドラインに設けるべきだという提案をしました。これはあの世界遺産のゾーン構成なんですけど、コアを守るためにバッファーゾーンを、まあ、これ必ずですね、市町村の条例なんかでこう作って守っているのが現状でもありまして、まあ、県のあのガイドラインって言ったらいいか、県の、まあ、先ほどのこれは分かるんですけど、ここだけ守ろうっつってもこの周辺を守れないと、野鳥の場合は特にですね、この5キロ圏内はもう縦横無尽に行って餌なんかを取るわけですから、そのコアのところは守れないぞということを、まあ、踏まえてもらいたかったなという感じがしているんですが、まあ、今回の議会での、提案はこのバッファーゾーンを含めて、きちんと保全されるべきだということであります。で、まあ、5キロというともうこう由良の近くで、まあ、今回建設予定地全部すっぽり埋まるんですね。まあ、こういうことを提案をしています。でまとめますと、この、うん、大山上岸下池近接の風車の問題というのは、まず野鳥にとってはこのバードストライクの衝突、実は国内で580例あって、特にオジロワシのこういう猛禽類がバードストライクするということが、これ国内でも70羽観測されていて非常に問題になっています。まあ、こういう衝突の問題があるということと、あと渡来地の回避ですね、この下池に降り立たなくなるということ、また渡りルートの変更ということも、もちろんその降り立たないしルートを変更する、まあ、そういう、懸念があるということです。まあ、これが野鳥に対しての問題だろうということです。
あとはですね、先ほど申し上げたその部品を運んだりすることや、その現場を作ることによって自然植生の破壊になるということです。大見澄草という、雪割草とも言われている花があるんですが、この鶴岡標準観測地って言ってましたかね、水野さんが、鶴岡のその観測のポイントとしてはその基準になるところだということなんですが、こういった大見澄草をはじめとするですね、自然の植生、の、観察なども含めて、春とかですね、大変この、高館から荒倉山のその道があるんですけど、そこを訪れるハイカーの方たちも結構いるということで、そういったところの自然が失われる可能性があるということ、あともう一つは、今回は詳しく述べませんが、低周波音による健康被害の懸念があるということでありまして、実はこれ12月議会で、質問しようと思っているんですが、今私は北海道大学の、先生に、意見聴取しながら調べているところなんですけども、その先生のお話によると4メガワットぐらいだと2キロは必要だということをおっしゃっておられます。そういった根拠も含めて、今回、12月議会でいろいろ質問していきたいと思っているんですが、この低周波音による健康被害というのは、眠れなくなったりとか、あとめまいとかですね、いろんな症状が実は国内でも、訴えが出ておりまして、誰一人取り残さないという、SDGs の理念からしても、誰かにそういう、可能性があるとするならば、未然に避けるという、予防原則に持って考えなければいけないんじゃないかということじゃないかと思っています。これは12月議会ぜひご期待いただきたいと思います。あとはですね、 JRE という会社は六本木に本社構える超大企業です。もともとゴールドマンサックスという、外資が立ち上げた会社なんですけども、最近エネオスが買収しまして、エネオス傘下の、巨大企業です。で、植民地型事業と書きましたが、ここの風通し資源を東京の大きな会社が奪って金儲けする、それだけの話で、地域としてはですね、若干の固定資産税が入るぐらいで、ほとんどの売電収益は東京の企業のものになるという計画でありまして、こういったところもですね、後でちょっともうちょっと詳しく言いますが、こういったことも問題視しなければいけないんじゃないかというふうに思っています。で、最近庄内町でも風車建てました。で、14基建っていて、出羽三山の隣にずらーっと並んでいて、結構迫力がある、風車だと思いますけれども、これが 2.3 メガワットで、出力制限かけて 1.8 メガワットの出力と聞いています。で、これも今庄内町に、取材に入ったりしていろいろ調査してるんですけれども、大体1本につき1年1億ぐらい稼ぐと言われています。で、20年の契約ですので、1本につき大体20億稼ぐという話です。で、今回14期経ってますから、間違えました、3社で4だから3社12ですね、ごめんなさい、これちょっと間違えてましたが、200億を超える、お金が儲かる事業です。で、庄内町の事業はこの3社で、10億円は20年で10億円は町に寄付するということを協定を結びまして、この事業が進められています。で、200億以上のお金は、3社は地元企業ですので、地元企業が取り組んで、地元金融が100億ぐらいの融資を認めて、事業展開をしているということですから、ここで売電されるお金、売電されるお金は地域を巡ることになります。ですから200億以上のお金が地域に回るということになりま
それに対して JRE などで進める事業というのは、まあ、200億ぐらいのお金は全部外に持っていかれるということですので、まあ、そういうことでいいのかなということでありまして、まあ、あの国際的にはそのコミュニティパワーの原則というのがあって、特に一番風力で進んでいるデンマークなどでは、今ちょっと違ってると聞いてるんですが、以前は3キロ圏内の方が誰か出資しないと風車が建てれないという仕組みを法律で定めていたということを聞いています。まあ、そういった趣旨からするとかなりこれ外れた事業ということになりますので、そういった点でも今回質問を考えております。で、まあ、あの風車の問題についてはこういうことなんですが、今あの明日までですね、明日まで行われている締結国会議で、先ほどのクレシさんの受賞もトピックスなんですけれども、もう一つトピックスがありまして、ラムサール湿地自治体というのが今回登録されることになりました。まあ、今回世界で25自治体、これ実は昨日ですね、認定をされて、世界中のこの湿地を保全をしようというところですとか、ラムサール湿地を持っている自治体がこういう形で認定を受けました。実は新潟市、お隣の新潟市も、そして、これ鹿児島の泉というところですね、これ鍋釣りで有名なところです。まあ、新潟はこことあんま環境変わらないんですけども、ここが認定されました。なので今回の9月議会では鶴岡でもこのラムサール湿地自治体、まあ、ラムサール登録から12年だし、そして、ホトリアも開設して10年経って、まあ、いろんな今展開をしてますから、それをまあ、国際的にも世界中の人たちと交流をしてですね、さらにブラッシュアップをしたらどうかということで、この湿地自治体への登録、認定というのの登録申請をしたらどうかという提案もさせていただきました。まあ、あのいろいろ調査をするという答えが返ってきましたけれども、今後に期待をしたいというふうに思います。すいません、長くなりましたが、ここまでがラムサール条約湿地と風車の関係の、プレゼンテーションです。ご報告になります。まあ、一つ一つ区切って、まあ、質疑応答を受けていきたいと思いますので、ぜひあの今の私の説明でわからなかったこととか、これはどうなんだろうみたいなことがありましたら、ぜひちょっとあのお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。はい、どうぞ。はい、ですけどね、今度の顧問で40メガワットってありましたよね。うん、それは1日ですか、月ですか、ね、あ、40キロ、メガワットパーアワーで時間、時間です、はい、40メガワットで、あ、だーっと戻りますけど、今まで陸上でこの大きさっていうのはほぼありません。4メガワットとか6メガワットで高さ182メーターっていうのは坂田にもありませんし、まあ、今回あの全国的に見ても巨大なサイズとして、なんていうんだろう、一番大きいといったりか、そういう代物だと思います。それはあの風の力によっても多少変わるわけ、はい、あ、そうですね、そうですね、うん、推定のその、うん、風のがあって、こういうマックス、あ、でもこれマックスか、うん、そうですね、これマックスだから最大ですね、そう、最大でやって、あと実際そうですね、風況調査によって大体このぐらいの出力だろうっていうのが決められ、庄内町のも出力の最高値は 2.3 ぐらいなんですけど、実際風況調査やって 1.8 ぐらい出るだろうということで、あの建設する行われているんですが、その風力ブレールとかなんかは日本製ではないわけです、うん、そうですね、あの3000に建てたこれがドイツ製って言われています。で、
メーカーまでは確認することができなかったんですが、庄内町はあの、エネルコンというこれもドイツ製の、まあ、発電のユニットですね。まあ今三菱とかでも取り組んでますけど、ほぼほぼ外国の風車が使われる感じがありますよね。そうですね。なので、庄内町のもかなり大きいと感じましたし、こう行くと何て言うんですかね、音がサンデーと全然比べ物にならない、その音がこう音を感じたと思わずっていうのを感じたんですけど。まあ182とかっていうと、あ、庄内町は131メーターですけれど、180メーターだとさらに大きくなるので、ちょっとこう想定しようのないような感じかなっていうふうに思うんですけども、なんかこう住民の説明会の中でも そういうところをちゃんと説明してない感じがするんですよね。でまあ企業側の説明としては、売電価格、フィットの売電価格もどんどん下がってきて、収益を上げるためにはこういう大きさにしなきゃいけないということと、あとは今あのどんどんその開発業者側というか開発風車を開発する側にとってもどんどん大型のものを進めていて、小型のものは作らなくなりましたみたいな、そういう説明をしていてですね、まあそれは あるんだろうなと。そうですね、今洋上の方が300メーターの高さを計画しているというふうに聞いておりますので、まあ、それよりはちょっと小さいですが、陸上風力としてはもう最大規模の計画だということだと思います。他にどうぞ、はい、三河もそうなんですけども、博多、それから湯田の方、住民に対する説明、こんな格好になりますよ、僕のね、格好になりますよという十分な説明はしたんですかね。住民の人たちが、あ、OK、地元に土壌長官の強いから、それでそんな景観乱れてもいいですよ、納得して作ったんですかね。坂田とか坂田、湯沢、三河庄内町、うん、三河はないですけど、坂田、湯沢、あの湯沢も日中枠ですよね、景観が、あのそうですね、まあ、そう問われる方も、住民に対する説明十分になさったかどうかをまず、あの私立てる側にはいないので、あの全てあの網羅して分かるわけではないんですが、一応そういうデータは集めてないんですか。ですね、説明会とかで承認されないと、一応その、まあ今、2014年からアセス、環境アセスが始まって、あとはそのうちの市の方の、あまり大文字使わないでほしいんです。ですね、住民の説明会、それなりにはやったんだと思いますよ。湯沢も、坂田も、庄内町も。それで住民の OK を取れた。これは自治体で行う風力と、あとその事業者が行う風力では、ちょっと違うんじゃないかと思いますけれども、基本的にはそれ、了解取れなかったら建てれないというふうには思ってるんですが、ただ、説明会をしたから OK だっていうような考えで進めちゃうようなところもあるとは聞いています。でまあそうですね、どこの事例がいいんだろうな。まああのいろんな住民の説明会で納得いかないご意見もあったようなことは聞いています。ただそのあれ坂田の場合とか議会でも議決してるんですよね。
まあ、それは自治体で建てる場合は最終的には議会の議決というもので決めていくと思います。で、まあ、企業が建てるものについてはこれどこまでやれるかなんですけども、なかなかこう厳しいところがあって、直接その何て言うんだろうな、まあ市の見解として中止を求めるとかね、そういうことはできるんですけど、それを受けるかどうかは事業者任せみたいなところもあって、その辺はすごく厳しいところがあると思います。まあ、ただその自治体だったという酒田の風力だとかはきちっと議決をして、それを反対するご意見ももちろんあったろうし、だけど賛成多数という形とかで、議決をして決めてると思います。で、今回の鶴岡の場合は市の風力発電ガイドラインで風況調査の前にきちっと説明をして、地元の、方から了解を取らないと風況調査できませんからねっていうことは決めてるんです。ですから、以前は羽黒の場合なんかも大元止まったものもあるんですが、その他にも別事業者が風況調査だけどんどん進めてたって事例があって、今までは風況調査やるかどうか私たち全く気づくことさえできなかったんです。で、それをガイドラインで風況調査もきちっとその地元の了解が必要ですということで説明して、一応その風況調査の了解を取らないとできないということになったので、まあ、今回こういう形で事業を知ることができて、こういった説明ができるということになっていて、まあ、その部分は一つ前進したのかなとは思いますけれども、まあ、これから、市としての意見というのが必ず求められていくことになると思いますし、あと今住民の皆さんとの署名活動なども始めておりまして、そういった動きを事業者がどのように捉えるか、ガンガン反対運動をする中でこういう事業を進めたら、この事業者そのものが問われるということになりますから、まあ、そういったところをですね、事業者自らどういうふうに考えるかというところに来ているのかなというふうに思っています。はい、どうぞ。あまり素人っぽくて難しいんですけど、ここの鴨地区の建設予定地の地権といいますか、はい、山を持っているのは小原さんになる。ですね、大体もし分かれば何人ぐらいいるとか、そんなこと、もしくは会社組織で持っているのかとか、それ大変。そこまで私もまだ調べれてないところでして、まあ、大山の方が持ってるところがあるとか、鴨の方が持ってるとか、油の方が持ってるとか、いろんなお話聞いてますが、市でちゃんとその台帳みたいなのがありますので、今後きちっと調べて、なんとなくな、そういうのを踏まえていきたいとは思ってるんですけども、ちょっともっと突っ込んでいいですか。どうぞ。きっとこういうふうにきっと将来的なこととかエネルギーのこととか考えて、やっぱりこのエナジーさんの案に乗ろうかなって思ってこうなってると思うんですよ、動きとして。そうした時にこの途中に権利を持っている人たちはきっとこんな風に我々の反対をガンと反対されてみて、どう動揺と申しますか、心はきっと揺れている、そうではないかなって素人ながら思い、だって現代的な正義というのはどこにあるかというのはもう誰でも分かっているので、だけれども人間として自分の一族とか一家とか会社とかいうものの将来を考えた時に、もう本当に考えて決断したことがなってやろうなとも思うので、だからそこにやはり思いと心があると思うんですよね。そこのところとの折り合いはつかないんだろうと思うんですけどね。できれば私としてはどういう結果になろうと思ってたら甘いって怒られそうですけども、どういうふうなところに落ち着こうとも、そこの知見を持っている人たちが自分たちでもう一点考えて悩んで、そしてやっぱこれだっていうふうに決めたところでストーンと落ちていかないと、やっぱり、あまり伝えたくないんですけど、恨みというかね、
一心弁になんとかの藩の気持ちがたまるんじゃないかなっていうものもあるんですよね。末代までこう持ち越していくようで、あの人たちに反対されて、で国もああいうふうに押してて、世界の情勢もそうで、だから俺たち困ったんだよなっていうところで、やっぱりギューっていくっていうのも難しいんだろうなと思い、わからないんだけども、なんだかやっぱりそこの気持ちもね、大事にしながら、しかし我々は絶対譲らないぞっていうところで詰めていきたい、鍛えてほしいなって思う。大変重要なご指摘だと思います。で、私も今泉の先ほどモンタージュ出た説明会に行ったんですけど、三世からずっと関わられている某市内の工務店さんが、一緒に、説明をされておられて、特に強調しているのはその地元 の、 その森林がこれ以上手がつけられなくなると、もう何て言うんだろう、森林がもう錆びれていく一方って言ったらいいか、特に杉林の場合なんかそうなんですけど、そういうことになる。その前に、この風車の建設をきっかけとして道路なんかが作れるので、そういうものを、そういう何て言うんだろう、その地域貢献って言ったらいいか、そういうメリットはありますからねという発言を強調されていたということで、そういう、今回の今泉の説明会なんかは野鳥の矢の字も出てこなければラムサールの矢の字も出てこないわけですね。住民の皆さんにとってメリットがありますよという説明をされるわけです。実際三世の場合はその事業者の方々も進めている林業にとっては、20年間の風車の建設のものなんだけど、それによってこう林道が新たに作られたり、そういうことで、林業にとっては、後世にわたってやりやすくなる、そういうメリットが出たということを、彼は強調するわけですよね。で、矢引きまではそれは通用するのかなとちょっと思うんですが、しかしこの三その鴨の周辺っていうのはちょっと環境が違うなというふうには考えています。ただその地権者がもちろんいる民有林が多いところであるということ、確かなところがあって、手つかずだった自分の土地が、この開発を契機に、なんだろう、それによって収入があるとか、そういう話になってくると、なんていうんでしょうね、そういうことで、賛成というか、そういうふうになる方はいらっしゃるんだろうなというふうに思いますが、これは自治体とか市の判断と非常に重要だと思っていまして、後のことを考えてということもそうだし、あとはそのラムサール湿地の登録というものは地元だけの話ではなくて市全体に及ぼす影響というものがあるわけです。で、実際にその生物多様性の戦略として、この鶴岡市でもこのラムサール条約の大山市、上池、下池を中心にホトリアを作って、そういう戦略を市としても政策として進めてきてるわけですから、それを止めることになる。あとは今回議会でも指摘されしましたが、ラムサールの締結国会議ではモントルリストっていうのがあって、ラムサール登録された湿地なんだけど、登録したんだけど脅威にさらされているなんていうところは、そういうリストに記載されるわけですね。それはある意味自治体にとっては恥なわけで、そういうことを許していいのかということにもなる。で、もしその渡来する鳥が減って2万羽切るなんてことになると、もう剥奪ということにもなってきますから、そういうことをどういうふうに考えるかということは、
住民の皆さんにもしっかりと考えを浸透させていかなきゃいけないと思いますし、まあ今事業者側はそういうですね、まあある意味そのお金の話というかそういうところを強調して入っていってるわけですね。ですが基本的にはその住民の方々にとってはその野鳥の保護の話とかラムサールの話とかそういうものについては市も十分に説明がされていないということの中で、まあ、今回実はその上郷、加茂、大山、これは、この3つの 自治会は風況調査 OK ということを判断してしまっているんですね。なんですが今までそういう説明が偏りがあったということは事実でありますし、でまあ地元地元っていうくくりの中でそこだけ了解すれば進めれる話なのかっていうとそうじゃないと思うんですね。そのあたりは、まあ、改めてその市の方にも問い詰めていきたいというふうに思ってますし、まあ、この地権者の関係は、まあ、私自身もこれからしっかりと調べて、いきたいというふうに思っています。はい、すいません答えになってたかどうか。他いかがでしょうか。あ、すいません、まあ、なんか時間がもうこれだけで1時間経ってしまいましたが、じゃあちょっとざらっと次ちょっと進めて質疑応答はまた やりたいと思います。風車の関係はここまでです。でまあ質問ではまあ、今栄家入部400年というのがやってますよね。で、まあ、昨年2000万ぐらいつけて、今年は4300万ぐらいの事業で、いろんな事業をやってます。で私の提案はこれ6月にしたんですけど、アーカイブの配信をしてほしいということを、これ実は昔に1回提案をして、まあ全く受け入れてもらえなかったんですけど、今回改めて6月に質問しまして、まあ、最近キムタクで有名になった岐阜の、信長のありますよね、信長フォーラムっていうのが実は YouTube で配信されてて何万件もその歴史講座アクセスがあるんです。まあ、そういったことを紹介しながらうちでもやりましょうよということを提案しまして、実は9月の歴史講座がまあ、それがまあ実現をしました。これ1本目でして、今2本目がこの栄家入部400年の YouTube のサイトで載っています。でまあ行政がやること、まあ、講演会とかよくやるんですけど結構お金かけてやるにもかかわらずですね、そこに来た人たちだけが、その恩恵を被って、大方の、まあ、今日もたくさんお忙しい方がいて、来れない方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方々が全然こう見れないという、問題がありました。で、今回栄家入部400年の事業では東京でのシンポジウムもあったんですね。で税金を支払ってるその、市民の皆さんが全く見れないシンポジウムでいいのかっていう問いかけも一緒にしまして、まあ、今東京でのシンポジウムも某先生の了解に難航しているということを聞いていますが、今一生懸命その YouTube 配信をしようということで担当頑張ってくれています。まあ、これはちょっと端的なあれですが、あとソーラーシェアリングのことについても質問しました。これ実は平田のソーラーファームということで、今佐田ですけどね、取り組んでいる事業です。まあ、田んぼの上にこういう短冊型の太陽光パネルを貼って、この田んぼの収益って何か収益じゃなくて、取れ高は 1% かな、 1% ちょっと減少するっていうのは聞いてますけど、ほぼほぼ同じように取れるということが実証されています。まあ、ここは小規模ですけど 49.5kW、まあ、風車に比べるとすごいちっちゃいんですけど、それでも、これにも書きましたが20年で3000万ぐらいの売電収入が見込まれて1000万円の収入が見込まれるということで、まあ、こういった形もありだろうなっていう提案を
実は以前にしてて、その後の検討どうだったのかということを聞きました。ただですね、今ピットという売電価格がどんどん下がってて、この皆さんが取り組んだ時は17円だったんですけど、今10円ぐらいなんですね。それなので今取り組むにはかなり大型にしないとできないだろうなっていうのはあります。で、実はこのソーラーシェアリングのモデルになっているのはこの千葉の匝瑳市というところのソーラーシェアリングで、これも超大型 あのメガソーラーのシェアリングとしてはここがあの1番目だったんですが、これで1メガワットです。1メガワットパーアワーです。ここで何を作っているかというと、有機の大豆とかあとひまわり作ったりとかっていうことでした。導入費用でこれ3億円かかってるんですけども、年間4700万円ぐらいの収入があるということでした。まあ、ちょっと国会議員の皆さんと一緒に視察をしたりして、町内で取り組むには田んぼに作れるかというところなわけですよね。これはあの畑作っていうところです。もう完全にあの耕作放棄地を利用して、この発電とあとはその大豆を作って、二重収益を上げようというそういうソーラーシェアリングなんですけど、実は田んぼでやってる事例が秋田にありまして、秋田で、この実はこのこういう課題を作ってるアイシスという会社があって、そこも一緒に視察してきたんですが、これはあの平田で取り組んでるのそのアイシス社の非常に頑丈な、そしてこの農機具が入ることを想定して高さを組んだこのシェアリングの、装置ですね。秋田で始まって、田んぼのやつは秋田で始まって、山形でもこの他に2例あると聞いていますし、ただ費用面での課題とかいろいろありますから、行政的にはちょっとあの二の足を踏んでいるというところであるんですが、今野立といって、その完全そのパネルだけ作るなんてところが かなり制限されている中で、田んぼの上もあるんだよというところでは考えようがあるんじゃないかなというふうに思っています。で、もう一つ、井戸のところまでやって質疑応答にしたいと思うんですが、井戸のことについても今回あの地下水のことについても、質問しました。これがですね、私たちがガスタンダムの水を引く前に使ってた井戸の、箇所図ですね。ここにブルボン社があるんですけど、ここに今の水源地があります。で、今水源地に残っているのは7本の井戸なんですが、ガスタンダムを使う前はここに28本の井戸がありまして、そこから5万3000トンマックス、水を汲み上げて鶴岡市内に、行ってました。で、この対岸には羽黒の貴船水源という井戸がありまして、これも7本大変優秀な井戸があって、合算水道企業団っていうのを作って羽黒、あと串、羽黒、藤島、に水が行ってました。で、深井戸といっても200メーターとか超えるすごく優秀な井戸があったんですが、いろいろ水の問題大騒ぎしたのもあってですね、当時の富塚市長さんが28本のうち21本は埋めてしまうということになっていて、この、優秀な井戸21本が埋め立てられてしまいまして、この羽黒の貴船水源も埋め立てられてしまいました。で、今ブルボン社でこの2本の井戸を使っているわけですが、どのぐらい組み上げているかはさっぱり分かりませんという状況があります。で、すみません、これちょっとぼやっとした例なんですが、実は鶴岡市の中でも串引き地区の山添地区ですから、役所があるあたりとかですね、赤川から西側のところは私たちが飲んでいる鶴岡水源とは別の伏流水の水源で今も使っています。3500トンこの串引きの水道の水源がありまして、ここから汲み上げて伏流水の水をまだあそこは飲めているんですね。ですから以前
アルケッチャーノがその区域に面してましたので、以前のアルケッチャーノだと、まあ、美味しい伏流水をもとに料理ができてたんだと思いますが、ちょっと新しいところになって白川の水源になったので水が変わっていると思います。で、まあ、今回指摘したのはこれ実は鶴岡公園の中にある観測井という、長期観測する井戸 の, この水位が示されている絵です。で、まあ、あの経年でこうずっと測ってはいるんですね。で、まあ、そのデータをこれ県のデータを見てみますと、このですね平成21年ぐらいからずっとこう下がっているのが分かると思うんですが、これは累積地盤沈下量といって地盤沈下を示している絵なんですね。で、まあ冬の汲み上げ、これは冬、まあ、これがあの地下水位の絵なんですけど、冬はこうやって下がるんですね。で、夏はこうやって回復する。冬はこうやっぱ下がっていく。これ何で生じるかというと、小節の水です。で、まあ、こういうのが重なって地盤沈下が行われてるんじゃないかということで質問をしました。で、まあ、答え的にはですね、まあ、このぐらいだったら問題ないだろうという県の見解で、まあ、この10年で2センチですか。まあ、この地盤沈下で、顕著だと言われるのは1年で2センチというそういう値なので、それからすると、まあ、大したことがないということではあるんですけども、ずっとこれあの沈下してなかったのに、もう21年からこう沈下したのは明らかでして、まあ、これはやっぱり今後どうなのかはきちっと調べないといけないねっていうのは、あの私がお世話になっている福島大学の柴崎研究室の先生からあのお伝えいただいたものであります。で、まあ、あの普通地盤沈下があったりするところっていうのはあの条例がきちっと組まれていて、どの企業がいくらあの組み上げてるかっていうデータがあります。で、そういうのをこう義務付けられていて、用水量っていうのを測る仕組みがあるんですけども、ここは残念ながら条例がないので、どこでどのぐらい組み上げてるのかさっぱりわからないというのが今の現状です。で、まあ、この観測についてもこれ実は2015年にその柴崎先生が発表されている絵なんですけど、これはあの実は YouTube に載ってますので後でご紹介しますので、どうぞ見ていただきたいんですが、あのそこでまとめていただいたことがありまして、まあ、お伝えしますと、地下水位の経年的な低下がやっぱり見られると。で、まあ、味が悪くなったり価格の点から新たに井戸が掘削される可能性があるということで、条例がなくて地下水用水量が把握されてないと過剰用水による地下水障害を引き起こす可能性もあるということが指摘されていまして、まあ、きちっと用水量を測るべきなんじゃないかっていうまとめをいただいています。まあ、こういったことを受けてということと、あともう一つ法律的に水循環基本法というのは定められていて、今年の改正で地下水の適正な保全および利用というのが改めて加わったこともありまして、あの地下水保全条例を提案ということをやりました。あともう一つは井戸については災害時に、登録しておいて災害時に使えるようにしておくべきなんじゃないかということを提案しております。まあ、地下水関連まではこんな感じなんですけども、あのもし質問とかあればお聞かせください。あのどうぞ。小説道路の水、うん、長年の割り下水排水が入っているもんね。はいはいはい。あれ料金は誰払わないんだ。料金ん下水に入っていく下水、はい、うちの方はあのうちの前は小説道路なんけども、あの調節道路の流れってはこの下水さ入ってくねえよ。我々は水道料と下水排水の金を払ってねえの。だからそれはあの調節道路の水が下水さ入ってくれば誰かに払うの。払ってないんじゃないですかね、これ道路
道路管理者払うって話は聞いたことないので、ね、だから今はあの水道料、はいはい、まあ、まず5000円はそれに対して月水排水も5000円近くぐらいの、ね、高いですよね、はいはいはい、だから水道料と同じぐらいの月水排水と水道料を払ってるわけだ、の住民はね、うん、そうですね、はい、だからあまりにもの水道料が高くて前うちでの水商売して統計したねんや、おーおーおー、はいはい、そうした場合の、うん、前は俺ハグ町だけども、あの地下水の水道だったねん、そうです、貴船水源のね、うん、貴船水道美味しい水でしたよね、これがの、うん、ダム作った部分での、はい、前はあの100立方以上使うと割引だったんだけども、それでそれが俺正月と合併してから年間だわけだ、ああ、再び金もらうといで、そうや水道料2万円も払ってるけど、はいはい、水道料も2万円も来んねんよ、ああですよね、いや都会から来た人はなんでこんな水道料金高いんだろうっていう声があるっていうふうに聞いています。あの東京の水道とかは人口があれだけいるので人口割りしますから安いんですよね。で東京都は9000億かけて浄水場にものすごい装置をつけて今東京都の水は美味しくなっているので、鶴岡来るとまずい、うん、に感じる人もいるだろうし、いや確実まずいかもしれないし、あとその高いんですよね、2倍ぐらい高いって。あの行かないです。はい。お宅行かないで、あの前に富塚の時で、ガーサダム作った方がいい。はいはいはい。その時のの見込みっていうのはの、これからは鶴岡が工業を発展して人口も増えて、おしゃれ。水が足らなくなっていたんですよ。そう。それでの、そう。今しばそ、あの水のすごいいい水とこの南口を入れて、で高いあのダムを作って、はい、その建築費で水道料が上がったわけだろ。そうですそうです。の浄水場とね。そして今なって鶴岡市は人口もできて、今後も用水もできて、はい、の水足りていないとあのダム作ったっていうのはの、浄水のミスでね、あのまとめてそういうことをやった際の、はい、住民負担が増えたんね。ね。うん。いや。あれからすぐは俺、建設業者が住むと差し入れないときは、早く見てるの、はいはい、その見込みが全然の、うん、外れました。人口は増えて、横浜要水、公務要水が増えるって、だから水さんが足らわなくなったけ、はい、ダムでにもダメだってやったわけよ。そう。あの時ね、やっぱ私もそのね、水の地下水守ろう運動を知ったわけですけど、まあ、水が足りないと、地下水じゃ持たないという報道をパンパンやったわけですよね。そのなんですが、当時もちゃんと地下水の量をどのくらい汲み上げてたかっていうデータそのものなかったんですよね。なのでその時してきた、したのは小説で何万トン使ってるか分かんないんじゃないかみたいな問いかけもしました。実際だって計算してみるとすごい量小説で使ってますからね。で地下水つながってるので、新潟のブルボンの人たちが言ったのは、そのネズもバカだって言ってないの、ああいう意味でこの水を潰してブルボンは何でも来てるかっていうと水を向けてるんだって。いや ほぼここはあの水の工場なんで、うん、あと先ほど工業団地の話もありましたが、中央工業団地の井戸は健在でありまして、工業団地にガサダムの水は一滴も行ってないんですよ。地下水でまあ、今なんだソニーになったけど、そのウェアハーとかあのシリコンのそういうのを作るのはいい水が必要だから、あの 水をめがけて立地してるわけですよね。でなので工業団地はその地下水の恵みを豊富に受け取りながら今もやってるわけですよね。で市民は串引きはですね、まあ、これ町長の判断だったんじゃないかと思いますけど、自分とこの3500トンを残して、まあ、黒川の方はもうあのダムの水に変わっちゃってますけど、山添地区は伏流水のままなんですね。あれはいたんだ、はい、あの同じ市民で、はい、こっちは伏流水だったり値段だろうとか言いなきゃね、あ値段はと一緒です、値段は一緒、あ
一緒なんです。値段は全く全部一緒です。値段は今酒田もう高い県から買う仕組みになったわけですよ、ダムの水、うん、ダムの水県から買うことになって、県からの受水費っていうのを納めなきゃいけないことになってるんですけど、その受水費は酒田の水源も鶴岡の水源も同じ値段に揃えられていて、なんかちょっと考えると違うんじゃないのって思うじゃないですか。だけどどういう構造になって同じ値段になってるのか全く僕らも一県にもいましたけど全く情報を知らされず、同じ金額で市が買うっていう、そういう契約になってるんですね。でまあそれが、うん、まあそうですね、それがまあ、あの値段をつり上げている要因でもあって、ということになっていると思います。で今さらにですね、酒田と鶴岡の水を一緒にして、酒田の方の水源を一つ閉鎖させて鶴岡の水をその分持っていこうっていう計画が、実はあの水平垂直統合とかっていって、あの将来ビジョンの一つの中に入ってるんですね。まあその中身を話し出すと、もうさらにとんでもない時間が必要なんだろうなんですけど、あの私はやっぱ懸念してるのは、自己水源っていうのをやっぱ大事にしなきゃいけないっていうのを思うんですよ。近くの水だから管理もまあ安易にできる小規模だし、でも厚みはそういうあの、水源いっぱいあるんですけど、まあ、大規模にした時にもし全部こう止まっちゃった時にどうなるかっていうと、やっぱあの近場の水に頼った方がいいとか、井戸の水に頼った方がいいとかいうことになるわけですね。あの実は災害時のことを考えますと、阪神・淡路大震災の時、広域水道っていう外から持ってくる水はもう完全に管路がダメになって、あの時あの井戸の水をガンガン使って、飲み水もそうだし生活用水使ったっていうのはその現場での経験としてあるんですが、まあ、そういうことでその地下水とか井戸っていうのはもう一回この見直しがかけられている中で、まあこれね、油も潰されてということなんですが、せめてですね、実際どのぐらい使ってんのかとか、ブルボンだってどのぐらい使ってんのかとかですね、小説で皆さんどのぐらい使ってんのかっていうのをきちっと出してもらって、あの管理していくっていうことがやっぱり必要だと思うんです。だからそういうことであの条例の必要性を訴えて、まあ、今回、まあ、提案をしているんですけど、なんだろうな、もうここからもうちょっとお金取れないかとかですね、いろいろ考えたいなというところがあるんですが、某自治体でミネラルウォーターを組み上げている企業に対して税を徴収する、まあ、その仕組みをどっかの県でですね今構想したけど、3年かかってもなかなかこう認められてないみたいなところがあるみたいなんですが、まあこれもさっきの風と同じように、地域の資源をね、地域の会社ではない企業が、まあ利益のためにというところもあるので、なんかその辺の仕組みも作れないものかなっていうふうにちょっと思ったんですけどね。俺は行政の失敗だと思うんだけど、富塚さんやったことが失敗してんねんの。だからいかんない行政の質問のできなさって言えばいいか、はい、それをの分からない人たちがみんな気になるんだけど、うん、これあれは大失敗だと思うの、今の、うん、ガスダムするところにどれだけの住民の負担が増えていくかということの分かりないの。あの時はこの国がいればすごくいいかとねえの、うん、それも安かったりする。そうそうそう、まあ、でも私はやる悪い。まあ、改めてこの、ね、20年でなんか最近もそのダムなんか最近あのイベントでダムマニアの方を招いて、なんかガスダム美しいとかってなんかそういうシンポジウムとかフォーラムがあったみたいですが、この地下水を失ってどうなのか水道はみたいな、そういうテーマで検証するってことは大事なことじゃないかというふうに思います。で確実にその人口、当時から言ってたのは人口減る時代になって今までの計画は完全に破綻していると、でそれどういうふうに責任を取るのかとか、
もう今回もう責任は全部住民にかぶせてるわけですよね。失敗の責任は住民の水道料金に全部かぶせてるわけですよ。なんですが人口の動態を見誤ったのは国の厚生労働省でもあり県でもありということがあるわけですね。当時から私言ってるのはそれ分担して責任取るべきなんじゃないかっていう話はしていました。でも実際は今住民の水道料金だけにかぶされているという、まあ、問題です。でまあね、これ以上そのダムを作って水需要に応えるみたいなことがないもんにしてもらいたいなと思うんですけど、今九州の方でまたさらにダムを作って水が足りないからそこに引っ張るみたいな計画が今もう一つ進んでいて、もうやめてほしいなというふうに思うんですけど、しっかりこれは検証しなきゃいけない事業だと私も思います。ありがとうございます。まあ、時間があれなので、ちょっと若干説明をあれですが、まあ、今回、まあ、提案して一つ実現したものの一つは今朝日庁舎の改築の事業を進めようとしていまして、これ3月議会でゼブ庁舎っていうのにしようよっていう提案をしています。ゼブって何っていうと省エネの建築です。要は省エネで 50% 以下まで削減する。どうやってやるかっていうと断熱材を分厚くしたりとか窓を20とか30とかにして断熱効果を上げて省エネを進めていくとか、ゼブ本当のゼブっていうのはこう省エネで 50% あとは太陽光パネルとか貼って総エネで 50% でゼロプラスマイナスゼロにするということでゼロネットゼロエネルギービルということでゼブって呼ばれてるんですけど、今までなかなか省エネを呼びかけてもあんまりこう市もなんかこう予算的に厳しいなみたいな感じで跳ね返されていたんですが、鶴岡市もゼロカーボンシティということを名乗っていますので、そういうことも絡めて質問しましたら市長含め同調してくれまして、実はこの計画今基本設計がやっと作られた段階なんですが、構想の段階ではそのゼブにするなんてことは一言も触れてませんでした。ですが3月議会の議論を通じてこのゼブレディというゼブではまあ最低のランプではあるんですけど、ゼブに取り組むっていうのは結構ねお金かかることでもあって、結構その建設家の皆さん頑張ってくれたんですが、ゼブレディの基本設計にしてくれました。まあ、ささやかながらこういった成果があったということだけ報告させていただきます。あ、もう時間があれなんで、あとはですね、まあ、ここからまた鶴岡ならではのですね、この百条委員会の話をちょっとしていきたいと思うんですけれども、まあこの議会報告でもちょっと字がちっちゃくなって恐縮なんですが、これまでの中間報告ということで、この、百条委員会のことを取り上げさせていただきました。2月に立ち上がりまして、かれこれ3、4、5、6、7、8、9、10、11でしょ、9ヶ月ですよね。9ヶ月間何をやってたのか中間報告も出せてなくて、まあ、報道が行われるだけで市民の皆さんにほとんど中身が伝わってないというのが現状だと思うんですよ。で、私たちの方からは特に私も議事録の公開もないっていうのはどういうことなんだろうということで、他の百条委員会やってるところを調べましたら普通に議事録は出てるし、特にその百条委員会ってのは今回120万円余計に予算を組んで立ち上げてますから、他の自治体ではそういうこともあって特別のホームページのサイトを作って全部その PDF でこう見れると、何回議事録なんていうと全部こうホームページで使って見れるという仕組みにしています。でこういうことが分かったのが
8月、9月か、9月ですね。それまで私たちはどういうふうにされてたかというと、議事録は事務局で作ったけれども、その事務局、私たちはすぐ渡されず、事務局に行って書き写しだけは認めますみたいなことだけ言われていて、それに従っていました。委員長からそう言われてたので、まあ、それが常識かなと思ってやってたんですが、まあ、なんか書き写していくうちになんかバカバカしいなと思っていろいろ調べてみましたら、全国そんなことやってるのはうちだけで、大変非常識なことだというふうに分かりまして、そこの次の回で、いろいろ提言をして、なんですが、まだ議事録が出てきていないということがあります。で、まあ、実は先日ちょっと前に百条委員会だったんですけども、そこでもまた議論がありまして、まあ、大方の議員は議事録出すのに賛成だと、ただホームページで出すかどうかこれからの問題だみたいな、またなんかこうそういう感じなんですけども、で、まあ、そんな中でですね、私が感じたことを、書かせていただいたのはこれです。で、まあ、パワハラの議論についてはこの新聞なんですけど、これまで100万円の寄付者と市長と、あとお二人の証人尋問を行いました。で、まあ、100万円の授受について、まあ、どういうやり取りだったのかということを主眼点に、まあ、事前にその100万円授受の件については議員の、まあ、説明会といったりか協議会で2回にわたって市長が説明をしています。まあ、そこからずれることがあったりしたらまたそれが問題になるわけですけれども、まあ、基本的にですね、市長の発言でその議会への説明から変わったことというのは私の考えの中では全くなかったというのが実情です。で、まあ、ここにも書きましたけれども、まあ、100万寄付者の方の、なんて言うんだろう、記者が、まあ、これ発端は記者の方が100万円寄付者の方からの訴えを聞いて記事にしたというところから始まってですね。で、まあ、その中で、市長から記載しない方法があると言われたという報道があったんですけど、まあ、そこに関しては寄付者の方から市長の後援会長に対して手紙が寄せられていまして、その手紙の中に私はこう言ったんだけどというくだりがあって、そこに、市長から政治資金として後援会に入れるのか個人へのものとしていいのかが問われたので、個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたというふうに記載があって、あ、じゃあ初めの報道で記載しない方法があるぞ、これってなんかこう、なんていうんですか、犯罪の強要ったりか、こういうやり方があるぞって言ってたみたいなことで捉えられると、なんかこう、まあ、市長が記載しない方法があるからっていう、なんていうの、その実際記載しなければいけないものを記載しない方法があるって言ったら、そこはな大変問題になるところで、それを捉えて報道されたみたいなんですが、実際は講演会に入れるのか個人へのものとしていいのかが問われたということなので、もうそれはそうですよねという話だし、でご本人も個人で自由に使ってくれてもいいという返事をしたということなので、まあ、報道のなんかこうことさらに記載しない方法があると言われたとかっていう報道っていうのはちょっと捉え方が違うんじゃないかなという感じがしました。あとは何度もこう
その処理を促したみたいなそういう報道もあったんですが、それはあの何度もこう促したということではなくて、まあ、1回だけ明確に適正処理をしてくれと言ったのではなくて、本当のことを言うべきだみたいなそういう発言だったということが分かって、まあ、その辺はまたこの報道と違うなというところが分かりました。あとはあのこの100万円返金というのがなんで返金したのかなというところが、まあ、皆さん疑問にも思うところだと思うんですが、まあ、その全員協議会の中でも主張は寄付者はハチ公像などを文化会館前に設置することを強く要望しており、公正な姿勢影響回避のためというふうに全員協議会で示していたんですね。で、まあ、あのまあこれに対して、まあ、今回尋問の中で寄付者に、まあ、政策要求の実際っていうことを尋ねたんですが、まあ、このハチ公像のことを反応値も出てこなかったという、鶴岡公園の要望をしたけどみたいな発言しかなかったということで、ありました。これ実際に私が尋問で質問しました。で、まああとはあのこういう要求をした手紙があるんですね。市長に対しては2通あったんです。でそれに対して、まあ、みんなで開示を要求しようということで開示をしていただいて、まあ、それを、まあ、議論することになったんですけれども、その開示に対して、まあ、開示を、まあ、しないでほしいという、もう寄付者の方 の、まあ、あの委員長へ の、 なんとなくなあの申し出があったりしました。あ、まあ、ですがその手紙が根拠なんですかというふうに尋ねたものに対して、市長がいつまでに実現するという確約がなければ私が支援者になることはできません、今やらなければ後がないというふうに書いてあるということをその場で申し上げまして、うん、まあ確かにその、なそのね、全協議会で言ってたような要求が強いがためにその影響を回避するためだったんだなということが分かったということがありました。あとはこの100万円を返したものが寄付かどうかということがこれ報道もされているわけなんですが、その時の尋問 を振り返りましてこれに書いてあるんですが、100万円が手元に戻ってきたのでもう寄付としていただいたものと理解するようにしているという発言を、実はこの尋問午前と午後で分かれていて、午後はそういう問いかけに対してこういうあの寄付という声一つもなかったんですが、午後になって初めて寄付という言葉がこういうなんかなんとなくこう不自然な感じで出てきたというのが印象的でありまして、まあ、これに対しては委員の方から午後になって、寄付と言い始めてて午前と午後で話が違っていると指摘もされているというところです。でもここまでが100万円授受の関係の尋問の内容の、まあ、主なものということなんですけど、まあ、何を言ってるかそこで分からないかもしれないですが、はい、どうぞ。あの誠実君だから、これ図工穴にねんだ。これあの100万円とかその寄付とかのものに対しては時効がありまして、3年ですかね。終わってます。時効が終わってます。ですから前の、あの加藤愛子さんなの、少年交通から6時生の手拭だね。あ、それがの本当は少年交通では税金等にもらってるんだけど給付して悪いことになってんね。それも悪いことになっていけども加藤愛子さんもらったわけだ。はい、それよりの新聞さんが悪いだから返しますって返したねんと。それで終わってんねん。これ俺加藤愛子さんなんての先日に少年金交通から給付もらって60年まで給付もらってて、はい、でも俺全然投入した会社からは給付はしておられっていうことになってきやよ。それ銀行は交通はの税金投入になってるわけだ。国から出せ先発の支店といろんなどうその辺は
どうですかね。ただこの区画電話の返しても問題にならない、ね、なねてばいいか。の市長はまた返しまじか。最初の方は我々が先ゲームの返したかの。で、図工だったらやって、それは思わんけどの、政治戦感じでの。はいはい。なして、図工だったのは社会上委員会図工にはなれて。はい。大工も無効で。ただこの区画電話返したときは問題に言う、それで済んでしまってんのからよ。はい、まさにその百条の立ち上げの時は相当議論しまして、私たちもなんでその答えが二転三転してるから百条だって言うんだけど、二転三転したけどちゃんと帰着してるのと、まさにおっしゃってるように時効になっちゃってることだし、だからなんていうんですかね、あの修正をしてもう帰着して、あのその記載しないことについては謝罪をして、それでもう済んでるんじゃないかという問いかけと、あとはまあ今回話題になってパワハラの案件がいきなりこうつけられちゃったんですけども、それもこう告発、一人も告発者いなく立ち上がってる事例っていうのは全国探してもどこにもないわけで、つばであったね、つばの何つだぐらいの、ええ、市長があのあれあれでしょ、シャワーペットさあのあれ、うん、何でもいろんなもうすぐ手を入れの、ええ、そして議員のをパワハラしたってあったのやの、そして自分はそういうパワハラしてねしたと思わねえんけどもって議員部会で会い方なんて、ええ、そしたらそのパワハラっていうのは職員だとか会談が全部偽物だったって、市長もやったなだってそういうことなんですよ。そういうことが千葉県で最近あったのや、石川市だかな、似たようなやつで大阪の池田市のサウナ持ち込んじゃった市長の関係があって、それはサウナ持ち込んでそのサウナのタオルを職員に払わせていた、これはパワハラなんじゃないか、業務と関係ないことをさせているというところでパワハラなんじゃないかっていう訴えがあって、その池田市長のやつはパワハラも調査始まったわけですね。なんですけど、うちの場合は全くそういうなんかこう事件も誰からもう告発もないままでアンケート調査とか始まっちゃってて、なんていうんですかね、あのもう立ち上げのところで相当この議論したんですけど、そもそもその百面授受についても行政事務と関係ないところですから、そういうのを百条委員会かけていいのかと。私はもう以前その文化会館の問題で百条委員会提案したことがあるんですよ。なんで50億のつもりが96億になったんだと、それはやっぱいろんなところを真相を突き止めるべきなんじゃないかって、それは共産党さんと一緒に提案したけど多数決で負けてできなかったんですけどね。でも百条のそもそもってそういうところでやんなきゃいけないことなんですが、まあそう政治資金で100万円どうしてってね、それは誤りだったんで、その謝罪をしているわけで、でそこで何を調査してどうするのかということだったんですが、まあ、実際この100万円受注の案件については、まあ、9ヶ月経って、まあ、尋問全て終えて、まだ振り返りの検証がまだ行われていないんですけども、私の感覚だとここまでなんかこう新たな事実発覚みたいなところはなんか何一つ出てこなかったなっていうふうに思うんですね。でおまけに今パワハラの案件ちょっとお話し進みますと、今、パワハラの案件どうするかで、いろいろ議論になりまして、まあ、これにも書きましたけど、パワハラの案件はまず数を堂々と公開、そのアンケートからあった数、なんだっけな、こう36件実際に受けたのは36件あったとか、見た聞いたら200何件あったとかっていう数の公表をして、である報道機関が委員長がこれは事実として受け止めてとかっていう発言をそのまま流しちゃったんですね。で全国版でそのまず事実があったということは確かですし、その事実があった件数が多かったというのが見出しになって全国版で報道されてしまったんですよ。これはこれから調査っていうところの中でもう極めて軽々しい発言をしちゃったもんだなということ
ことで、まあ、その不信任の一つに挙げてるんですけど、あとはあの認定ですね。今実際尋問始まってるんですが、パワハラの認定って議員がやっていいことなんですかね。普通はあのあれだろ、そういう大事な委員会で作って弁護士が入って引き取り調査して、のちゃんとした、あの調査すれば認定なんてできないね、ある程度弁護士だから、はい、なんですね。で、まあ、いや、あの実際市長のパワハラをの訴えがあって、調べてる自治体が実はあって、安市というところでやってるんですね。でそこで、まあ、行政マンの方とやり取りする中で、どうやってやったんですかって聞いたら、市長案件だから、これまで のパワハラ委員会と全く別の 何一つ市政に関係のない弁護士さんと、その2人と、あとその何一つ関係ない法学部の教授1人と3人で完全秘密会にして、第三者機関として定めて、そこに全部調査から全部お願いしたということだったんですね。で、まあ、あの今答申書とか全部見れることになってるんですけど、まずそのどういう発言だったかから、その事実確認の段階でもう誰に聞くかというところからかなり恣意的な要素が絡むから、そこも全部気をつけて、あのちゃんと事実確認をして、この文言がいろんな背景の中で業務を超えたことなのかどうかみたいなことを一つ一つ丹念に、一つの案件について、まあ、5人ぐらいの聞き取りをやって、これは違うと、これはそうだということをやってたんですね。まあ、その資料も全部その委員会で共有して、こういうふうにやってるのできますかっていう問いかけを何回もやりました。で、まあ残念ながら坂田から弁護士さんいらっしゃってるんですけど、いや議員でもできないことはないみたいな発言をされて、ええと思ったんですけど、じゃあ弁護士さんの役割ってなのかなって僕は思ったんですけど、そんな発言もあって、実例としては議員がパワハラの、まあ、委員会やってるケースが実はあるんです。ところが他のケースは全部その告発があったり、議員のパワハラについてもあってるんですけど、議員も明らかにこれはその行政マンに対して圧力かけて物事させただろうということを委員会がちゃんと決めてて、その上でパワハラのどういうパワハラだったのかって調査する百条だったんですね。なのでこれ性格的に全然違うでしょって話したんですけど、まあ新生グラブの人たちは、いやそういう事例があるんだからいいじゃないかって言って、で委員長は最終的には多数決でっていうか、最終的には民主主義に諮ってという発言をしたんで、さっきのこれはやましいんじゃないんで共有しますが、パワハラ認定は多数決でと、これはあの、デジタルを通じて全国版になりまして、いろんな方からお声をいただいてるんですが、はい、そういうことであります。まあ、ここにね構成もわざわざ書いていただいて、百兆委員会12人で構成、うち7人が佐藤委員長を含め市長選で皆川氏の対立候補を応援した自民党系の会派や新生クラブと市議会公明党で多数決をし、多数派を占めているって書いていただいて、まあ毎回やるたびに、そうなんですよね、12人なんだけど、1人はあの議長ですから、委員長ですから、6対5で負けるわけですね、まあそんなこんなで進んでいるんですが、果たしてどうなることやらというのが今の現状であります。はい、あのあれはどうぞ質問お願いします。あれは何だか、はい、あの何て言うか、政府調査権の問題どう、はい、あれは百条委員会と関係ないのか、政府調査票は横領したって言えばいいか、はい、そういう問題は百条委員会で取り上げないな、ですね、一応倫理審査会、政治倫理審査会というところで取り上げて、あのそれが、まあ、あの
倫理に反するかどうかっていうことはやって、反するとみんなの結論が出て、一応公開の場での謝罪を求めるということになって、謝罪ということは行われたわけなんですが、まああれはまさに公金の二重取りとかそういうことですから、まあこれは公金とはまた全然違いますからね、という性格の違いはあるなというふうに思っています。そっちの方が書いて重いなんね、罪としては税金をごまかせるということは、まあいろんな考え方あると思いますが、そういうふうに考える方は多いんじゃないかというふうに思いますね。ただ、政府調査ではごまかしてもいいけれども、はい、あと謝れば何でもねえならという考え方で来てるわけだろ。まあ、一応その返金、一部返金ということと、あと役職辞任ということは行われましたので、まあ、それなので今私は初の産業建設委員会の副委員長になっているんですが、役職辞任というのはありました。まあそういう形で決着させたいということなんだと思います。ただまだ疑問のところがいろいろ残っていて、監査請求が行われたりとか、またさらにコミュニティ新聞にちょっと書かれることになるのかなと思いますけど、その辺はまだ不満の声があるということは受け止めています。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。対立スティーネの何だや新生クラブは、はい、よくなるわけねえやねんの。まあね、その一番に主張が何かやったら汗引っ張るって言えば、まあね、よくやるっていう感じで、この前の選挙に出てるの、その方じゃないですか、絶対主張を落としてやりまねさげてや何ぐらい何までこう金もあっての金使ってやりたい金使ったしけれども、住民のまともな判断が降りたんじゃないかなと思って私は見ていますけれども、そうですね、まあ、本当に足引っ張りあってや、こんな顔肌とかや、パッチリして100万円なってなって110円かしてかけるもんじゃねえよ、こんなのもんと、本当に文化学会の問題とか、はい、そういう重いものさの百条委員会を作ったりしての、疑惑を解明しようねんや、今度は100万円、あと、都合な程度なんかの、これは忘れて。そうなんですよね。まあ、今、まあ、山形新聞の社説で書かれたり、湘南日報でも社説で、なんとなくこの百条委員会に対する疑問といったらいいか。そういう記事が載るようになってきましたが、まあまあ、基本的にこの立ち上げのところから私たち反対してて、まあ、立ち上がってるんで、まあ、議論を、まあ、一応調査も一緒に進めてはいるんですが、まあ、特にこのパワハラの案件なんていうのは、なんていうんですかね、まあ、いろんな場面でこう印象操作を狙ってんじゃないかなというようなシーンもあったりですね、なんていうんですかね、こう注意深くやっていかないといけないなというふうに思いますし、まあ、今回の不信任というのは、まあ、こう2つの先ほどの報道の件と、あとはその第三者機関なんかにこう委ねないでこう強引に進めようというそういうことで行ったんですけど、まあなんていうんだろう、市民の皆さんどういうふうに映ってるのかなっていうふうに正直思います。はい、市民の人がみんな対立しているってみんな見えねえの、なのでもう まさにこう清掃の具としてこれが行われていると、120万円、まあ、マックス120万円税金使って節目具として百条委員会が行われていると、まあこんなもんなんですかね、
やっぱね、そうですよね。そう。ないし、これ。パワハラ人気店とかって、ね。だと思うんですよね、正直。なんですよね。民間だから、しっかり委員会でも伝えたいと思います。はい。そう、なんせ多数決でなんでね。これなんだろう、有権者。そうなんですよね。で、おまけにですね、最近になってもう一つ倫理審査会というのが立ち上がりまして、これは今度共産党さんの新知老化っていうのを毎週出してるんですけど、それのこう安分率。で、その一応政務調査費、政務活動費だから議会関係あるものかないもので、議会関係ないその政党の事業なんかは載せると安分しなきゃいけないんで、とりあえずそれは決まってました。で、共産党さんそれを一応こう踏まえて、国会のことだとか、その県議がこう言ったみたいな話はこう安分して、その分はパーセンテージが請求金額から引いて上げてたんですけど、編集費は固定だったんですね。編集で何本渡すっていうのは、まあ考えてみたら何編集したって、まあ僕は同額でいいと思ってるんですけど、編集費が安分されてないことに対して、その申請クラブから議員が出されて、編集費も安分しろと、安分してないのは何事だというのがあって、まあ、共産党さんもそれを踏まえていろいろ検討した後に、じゃあそれも受け止めますということで、返金したんですよ。なんですが、ただそれを議会でもそれを認めてたわけです認めてたし、その違法性なんていうのもこうハテナマークなので、それを認めてたわけなんですが、だから共産党さんの説明の中で反省ということではなくて、こういう指摘があったのでこう受け止めて返金しますということだったんですが、まあなんか反省の弁がないとか、そういうことを根拠に倫理審査会請求がありまして、倫理審査会って3人議員が請求すると自動的に立ち上がる仕組みになっているので、今度その倫理審査会も調べなきゃいけなくなったんですけど、今度私たち3グループからは工藤委員と難波委員議員がそれに参画することになったんですけども、まあね、なんていうんですかね、そんなことをやるんですかねって感じなんですよね。あとすいません、もう一つだけ、私たちその議会のたんびの質問があります。質問の時間というのを決めてるわけですけども、総括質問というのがあります。これは会派に割り当てになっていて、会派として何分という割り当てがあって、私たち市民の声鶴岡として2人で、今まで30分の時間割り当てられてました。で、新生クラブは、人数もありますから、今まで70分とか80分とかだったのかな、そういう感じだったんですけど、人数割りをすると不平等だというのが、新生クラブの団長からあって、今まで30分の決め方っていうのは20分基本時間として認めてて、それプラス1人につき5分という形で30分だったんですけど、それだと不平等だっていう話が出て、基本時間を10分にすべきだっていう話になって、
私たち20分と。で、申請クラブが人数の分、加味されて、でも70分になったのかな、65分だったのかな、そうそう。で、全体の時間からすると、議員の質問の時間全体が1時間減るってことになったんですよ。私はそれ、市民の時間が削られたっていうふうに思って、それは民主主義的に後退ですよねっていう発言をしました。だし今議会改革が進んでどんどんその発言時間に対しても一人会派だって認めようとかね、いろいろこう全国議会いろいろ取り組んでる中で発言時間を自ら減らすって何事だっていう、そういうことを言いましたが、まあ知らず存ぜずというなんですかね、あそうですかみたいな発言で今後議論しましょうみたいなことで、9月議会からそういう時間の編成になったんですけども、まあ質問に対してはその当局といろいろこうやり取りしながら進めていくんですが、10分減るとすごくこうやり取りがまたしにくくなるんですね。まあ想定質問とか何かこういろいろこうやりにくくなってるんですけども、まあ、そういうこともあったということをちょっと申し添えておきます。はい、ありがとうございました。もう時間がだんだんもう4時に近づいてきましたが、何でも結構です。ご意見とか質問とかありましたらお受けしたいと思います。はい、どうぞ。一番大切な問題での、はい、命と関わる問題で、少年病院の救急医療体制の、うん、まるでなっていねえって言えばいいかの、脳梗塞だとする救急で搬送される場合、今日はお医者さんはいませんよって言われて、それで佐賀田まで救急車で、うん、の、またアハル病院とか、そこさん回されたんです。これって、この少年病院っていうのは、救急指定病院になっているにもかかわらずの、はい、患者を受け入れないということなんて、あれになるわけです、俺は思ってねえの。そして、うちの覚えてる人も、脳梗塞で運ばれて、少年病院で受け入れないで、アハル病院までやれるわけだ。未来にって言われて、その間に亡くなったのよ。これは、年もあるけど、発症が亡くなっているだけでもの。やっぱり今の少年病院の医療体制どうなっていないのかって、俺はすごい疑問で思うのよ、うん。そして、うちの弟も俺、消防の救急タッチをしたんけども、今手になったんけども。彼言いわく、少年病院は運が出すときでも運はでもダメだと。そういうふうにしてのみんな言ってるわけだ。はい、そして他のうちのお父さんも山形じゃないけどの、この少年病院って何だって言うねえの、はい、あれ市民病院なんだって言うねえよ。ほんと公務員勤務でのほんと患者と何とも手になるかって、だから俺次回とかそういう必要なんだとか、うん、ちゃんと改革しての救急病院が指導を果たすようにね、いつばしてもらえるねんの、うん、運行くでは人の命が運であると感じてやりでも、そして医者に行くに坂田の4階まで箱を湧いているときはなくなったとかや、そしてうちなんて脳梗塞って言って心筋梗塞を流して言っておいての、そして伝統名にとったら、医療年齢に帰れって言われてるよね。そして帰りたかったって、夜中まだ具合悪くなったから、その医者がの、救急車で救急受けるよ。治してやって言ったからの、脳梗塞もあと俺、進んでの、まひ残ってや、うん。それでも、それ原因で謝りもしにけるよ、うん。全然、うん。だからそういう医者がの、若い医者だからしない、なんとなく、どこかの病院からとか来ておいて、なんて言ったらいいや、長い先なのか、うん、だからそういう医療体制では全然ダメだなんね。我々っていずれ突っ込まれて何にしたって、救急車で運ばれていけばいいよ、脳梗塞や心筋梗塞なんて図鑑の証拠だろ、それを見れない医者がいるって、誰も見てもらわないくらい逆らさせとか、他の脳性に利用がって言われるといいよ。助かる人も助かるからなんて、はい、ありがとうございます。
日本海病院と庄内病院を比べますと1市の数が倍違うんですね。あ、なので毎回この医師不足でその、まあ、いろんな項目がある中の担当医がいない部門があるとかというのが未だありまして、そこはあの大変問題だと思っています。で、まあ、新しい院長さんになっていろいろその辺も努力して、いるところなんですけども、まあ、この坂田の日本海病院と比べられるとですね、本当こう差はできているということです。で、まあ、地域医療体制で、まあ、坂田は非常に大きなモデルを今組んでて、まあ、実は鶴岡の、うん、産婦人科さんがそこにも加盟して、その、まあ、福祉と医療とをこう加味してですね、その地域医療体制を組むみたいなことを今先進的にやっているところがあって、うちの鶴岡でもそれに準ずるような形のことを、まあ、議会全体としてそれ要望を上げて市としても検討しているそういう段階ではあります。で、まあ、病院の機能を、まあ、救急、もちろん救急病救急に 対応する病院でなので、あの今ね、うん、今直近がどうなってるかあれですけど、循環器系はさほど問題なく受け入れているという話は聞いてはいるんですが、実際今それちょっと前の話なんで今どうなってるのかちょっと改めて確認しなきゃいけないんですけども、まあいろんなご指摘をいただいて、まあ、コロナのことを含めてですね、まあ、その充実させなきゃいけないっていうそのことは重々踏まえて、まあ、今やってるところだと思うんですけども、あの、うん、ご指摘のように日本海病院との差はあるというのは歴然とし事実だと思います。集中病院の指定やってるじゃん、はいはい、集中救急車にしたら見てもらわないねって言ってたけど、まず都会やったと同じなら誰いますねの、うちは今日お医者様に見せて、うん、お医者さんに見せて、お医者さんに見られないってなったか、ここら辺のことで坂田とか俺の上がらせられば、より眠らないけど、その間の坂田まで行く30分とか、そういう図鑑での一刻もあらせるような救急病院でもあとアウトなんなんね。お、まあ、それはもっとそうだと思います。だから、もう少しなと思うんだから、みんな言ってんのかの誰もの方が言ってるだけや、中身は30倍だっての、みんな言うねえの、だから俺は救急隊員のプラスで一番大きいもの、本当ね、あの、いろいろミスなんて、あの、何年前だかやってやれ、若い先生が手術した、そして水の町で、それでなかったやつ、そして鶴岡市で、世界開いて4000何名も賠償したら、高橋さん、動いてるよ。それはね、いろいろミスで。ちょうどいなかったかもしれない。今からあの、はい、何年5年間ぐらいになったけどな、そういうのもあったねえよ、だから本当でもう少し鈴のいい医療って言えばいいかの、そしたって俺まだいたっていや、俺まだいってもの見てもらわなきゃいけないんだよ、医者の紹介状ねえわ、大体医者の紹介状って言えば、病院って言えばいいだろ、大学の病院さん医者で紹介状書いてるってなると大きいと思うよ、そこの病院さんは医者のあの紹介状には見てもらうに医者はいないかって言って、あのね、その紹介の関係は今あの弁解するわけじゃないんですけど、全国的にそういうことにはなっています。で、紹介がないと、うん、今7000になったのかな、そういう料金が請求されるというのもこれ全国共通でそういうことになっていまして、僕はそれは庄内病院だけの話じゃないと思いますが、まあね、なんで金額が上がっちゃったのかなっていうのはそういう希望はありますけど、紹介状だって、はい、あれただで書いてみろ、いや、そんなどう今、えそれくらいだよ、あれ紹介状書いてもらうな、どうえ、かかりつけ医から紹介状大丈夫なんですか、そんなお金そう、病院、大病院から大病院までだと結構紹介状って結構お金かかりますけど、
すいません、僕そこまではよくわからない。すいません、正直わかりません。どうなってんのか。だから今、首都圏って数字はあるけども、あの人は一般生って見てもらえばいいかな。すいません、あの、せっかくなんで、他の皆さんいかがでしょうか。せっかくの機会なんで。あの家、どうぞ。はい、はい。あの、お安くするけど、そう。で、あの、大道合併は、ちょっと問題があったわけだと思うな。なぜかというと、はいはい、道頓堀の運行権、うん。で、それはさ、鈴木つもがくっても、車がずっとそこなんていかにもさ、小遣いあって、しまいがいい感じで、うん、残ってるのが高齢者だよ。と、他の方も困ると思うぞ。うん。まあ、薬だけで全部飲んだよ。あ、そう。ロトンドは、はい、はい、はい。あの人とは、うん、もう俺、何を取ったけどな。我が大問題は、もうあの、会議。会議。会議。会議もあるでしょ。はい。その病院にあるんだよ。介護か。それも政府で介護報酬が伸ばすのみなの？え？報酬を下げなの？それをスローバスのもあるっていうの？もう潰れてるの？介護報酬？うん。介護の報酬？え？うん、介護員の報酬ですか？うん。いやいや。下げてね。スローバスの関係ないのまず。これは国にはどうなの？うん、国の指針で、まあ。若干ですけど、9000円、うん、上げた、上げたんです、上げたんです。下げたんじゃなくて、上げた。厳しいって言うの？いや、厳しいし、介護、僕の介護職、1年、いや、2年ぐらいやってましたが、あの給料では、あの給料では、とてもじゃないけど、やっていけないと思いますよ。特に。やっぱ、その辺もやっぱり、並べたらダメだ。いや、おっしゃる通りだと思いますね。はい、だからそうなんですよ、その介護職の、だから9000上げりゃいいって問題じゃなくて、平均からすると、うん、平均からすると、もう10万円近く違うんですよね、その報酬が、7万円ですから、平均の、その、まあ、会社員と比べると、介護員の、その報酬っていうのは、7万円ってのは10万円近く違うんですよ。まあ、だからそれもあって今介護職は不足状態にあるということになる。そうそう。これ大変な問題だと思いますし、そのケアとかね、そういったところにケアとか教育とかそういうところにお金かけなきゃいけないっていうところだと思うんですよ。だから、まあ、今回あの触れませんでしたが、軍事費 2% だとかそういうことの前にやることあるでしょというのが僕の言いたいことでして、まあ、この辺はあのホームページには全文載ってますので、ぜひお読みいただきたいと思うんですけど、あの、うん、確実にその 2% 上げるってことになると、他の予算を削ることに、だって誰考えてもそうなるじゃないですか。いや、さらにじゃあケアの部分とか教育の部分とか減らすのかっていうことなんですよ。で、まあ、あの先週じゃありましたけど、国際組んで軍事費なんてことはできないと思うので、どっかそのね財源の中からどっか減らしてっていうことになるから、そうなんです。で、まあ、教育のことでいうと、今回あの、うん、物価の高騰と、燃油高騰対策で、市としてですね、11月から3月まで給食費全額無償ということにしました。これは私とてもいい決断だったと思います。まあ、国から降りてくるお金があっての話ですよね、うん、何を選択するか、自治体裁量になってて、そこで給食無償化っていうのを選んだのは、あの大変いい決断だったと思います。まあ、その決断についても、まあ3回ぐらいあの今回臨時議会ありましたけど、あの鎮静クラブからどういう経緯でこうなったんだとか、財源がとか、そうなの、そう、とりあえず3月までなんですよ。あ、どうぞ。今基準に塗るって言ったら、金ある人からも、もう何か言うてんやん、俺おかしいもんか。うん、なるほど。金ある人はの、これある人までも全部塗るするってことはいや、まだまだ隠すの広がるね。まあ、それもね、いろんな捉え方、ありがとうございます。ありがとうございました。それも、
まあ、いろんな捉え方あるんですよね。うん、あのだから、そうそうそう。スローバスだから、スローバスでの財政見直しをしているか、税金の配慮をしていくから、本当ね、ある程度困った人とかの無料化とか言っているもの、みんなあの無料化だって言えばいいや、ワクチンもますます減らない、金ある人はますます人ってきてや、だって今のワクチンだって言うんだろ、今、ああいうかけのワクチンをみんなに出せって言えば、医者が出すのばっかばかの儲けていちゃいや、それさ、いつと3000、4000円儲かるわけだしや、だからそれだけの、いうふうな人もいれればいいや、本当ね、大変な人もいつや、それをみんなに、あの、一般的にの、みんなさ、呼ばれれば、簡単なだけみんなさ、呼ばれて言われるネグでや、やっぱり困った人を助ける予算の使い方すればの、本当にダメ、あ、俺はおかしいの、国がおかしいな、必要がすもおかしくなるんですね、財政なんで。ありがとうございます。でも、それは、まあ、そうそう、あの格差是正っていうのはその大事なところではあるんですね。ただ、最低限の保障というところの中でこう給食とか教育費も捉えていくと、全額みんな無償だということはもう平気であの諸外国やってますから、だからそういうのに基づくと教育はもうあの原則タダなんですっていう中で、教育費はそうだけど、あの大学だから南の始めには大体のこれを思うけども、の、はい、医者とかっていうのはの全部国での優秀な人はの所得の関係なくみんないればいいのよ。そしてはの、はい、本当でこのお金もその貧乏がねえでみんなの教育を受け入れて人に作ればいいけども、例えばこれ医師会とかってそれならの使われによっての私立大学の認めでや何千万、五千万に届くねばかり、あの、日本語払いにと言えだ。はいはい、まあ、そういう考え方はおかしいもん。みんな遊びだったから、紛れての、あの、教育だって何だってや。はいはい、教育なんてみんな無料しばいねえ。まあ、ね、給食の無償化については、まあ、その、まあ、基本的にはその教育無償化の中に給食も含めて無償化をするというそういう、まあ、なんていうの考え方があって、そういう意味での無償化だと思うんですよね。だから、まあ、格差是正の考え方ももちろん分かるんですが、これもだからそのなんだ、その条件を設けてうんぬんってやった方がいいのかっていうのは、これあの国の方でも議論してると思うんですけども、あの、私は基本的に給食、あの教育無償化って言ったら給食もつけて無償化になるべきだと思ってます。で、まあ、あともう給食のことで言うと、まあ、有機給食、有機野菜を作ったり有機米を使った給食っていうのは今着目注目されてまして、松岡も実際年2回だけ有機米を使った給食になってるんですけど、まあ、全国見渡してみると千葉県のいすみ市では 100% 有機なんですね。まあ食文化創造都市でもあり給食発祥地の鶴岡としては、まあ、今後、まあ、そういったところも踏まえてちょっとこう改善といったらいいかな、進めていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っていて、まあ、そのあたりも今後いろいろ提案をしていきたいなというふうに思ってます。はい、すいません、2時間経過してどうも長い時間ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。